五式台送信所は、香川県高松市と坂出市にまたがる五式台にある、FM 放送送信所の総称。五式台には、香川県内を見渡せるロケーションの良さから、県域 FM 放送を行う、NHK 高松 FM 放送と FM、香川両社の親局送信所及び、RNC 西日本放送の FM 補完中継局が置かれている。かつて、 RNC 西日本放送が県域テレビ局であった時には旧テレビ親局、西放送信書も置かれていたが、現在は廃止されて、同社の復旧基地局として使用されている。ここでは、その放送用の鉄塔のみについて記述する。香川県の中央に位置し、標高もある程度高いこともあって、放送区域は香川県のほぼ全域に達する。そのため、 香川県内の県域 FM 放送の送信書は、ここのみで、中継局などはない。またロケーションの良さから、電波は、香川県内は元より、瀬戸内海沿岸の広い範囲に到達している。その中でも特に、FM 香川の電波到達範囲は、香川県のほぼ全域並びに、淡路島を含む兵庫県南西部、岡山県南部、愛媛県東予地方、 徳島県の各瀬戸内海側およそ116万世帯に及ぶ。全社が単独で、鉄塔を建て、他の鉄塔群と同様に、香川県道185鴨川停車場、五色大線沿いに位置している。西方五色大の鉄塔群の中でも最も北側に位置し、岡山県側である、瀬戸内海側に最も開けた峰である。なお鉄塔がある、山頂広場までは、 県道185からある程度奥まったところにあり、そこまで自動車通行可能な幅の蛇腹状のアクセス路があるが、現在は封鎖されているため、一般人の立ち入りはできない。またこの峰の東側には、四国88カ所第82番札所である根、ね・コーデラがある。NHKFMNHK 高松放送局が FM 放送を送信しており、西方山頂広場の西端。 RNC 級親局の南西側に位置する。この FM 専用施設は NHK 単独で使用していて、空中線形式はソーループアンテナ3段2面である。なお送信面は2面であるが、鉄塔が三角中のため、北方向以外の全ての方向に電波を出していることになる。FM 加川と違い、岡山県方向には電波を出していない。RNC かつて、 RNC 西日本放送の親局は、この西方山頂に位置しており、山頂一帯は現在でも RNC の所有である。標高は450メートル、敷地面積1万坪、そのうち局所の面積は183坪で、すべての施設は RNC 単独で使用していた。またアンテナ高は、地上50メートル、空中線形式は、スーパーターンスタイルアンテナ6段であった。 古式台自体が瀬戸内海に突き出た山であり、空中先行も海抜500メートルと比較的高いことから、開局時の映像出力5キロワットの時でさえ、受像半径は70キロメートルにも及んだ。廃止後に送信用のスーパーターンスタイルアンテナは、外されて鉄塔のみが残り、東側に新たに建てられた鉄塔とともに、RNC の業務用鉄塔を及び、 ふ風基地局として使われている。2020年に送信を開始した FM 保管中継局は NHKFM と同様、岡山県方面には電波を出していないため、県内でも、ちょうど島の北側はエリア外となっている。太平山道路から上部だけ見える太平山頂上脇のアンテナ FM、香川の太平山送信所が置かれている。 県道180号沿いに位置しているが、周囲が樹木に覆われているため入り口から鉄塔は見えず、周辺には他の行政の鉄塔群もあるため鉄塔の発見は困難である。施設は FM 香川単独で使用していて、空中線形式はソーループアンテナ3段2面2段に1面である。西方に位置する NHKFM の送信所との違いは北方向すなわち、 岡山県方向にも2番の総ループアンテナがついており、同じ出力でも電波の到達範囲は、こちらの FM 香川の方が圧倒的に広い。放送用以外にも、西方から太平山にかけての香川県道180号、鴨川停車場五式台線沿い一帯には、行政や携帯電話会社の鉄塔が林立し、五式台の景観の一部になっている。 その鉄塔群は大きく分けて3箇所にある程度固まっている。なお、以下の配置は北からの順である。ありがとうございます。